たりが半次郎さんの住んでいた、あ、ここです、ここです。今日はね、桜祭りということで、この万次郎が住んでいた家は今博物館となっております。あ、もうイベント始まってる。Hi, how are you? How are you? Good to see you. How are you? Good morning. ウィットフィールド万次郎フレンドシップソサエティって書いてあります。ここのね、2階に万次郎は住んでいました。今日こっちちょっとイベントどうなってるか見てみましょう。バザーをやっていますね。あ、日本のもの売ってるんだ。紙芝居が始まる風刺の音がしています。おはようございます。 Good morning, everybody. I'll give you a production of what we call 紙芝居, which is like paper theater. This is the story begins in Shikoku, Kochi Prefecture near Asasori Town. A small fisherman's vesselShakes like a leaf between the rough waves of the ocean. They were hungry and thirsty and almost near death. Still, although they were all weary, young Manjiro managed to keep alert and guarded the others. One day, Manjiro exclaimed, "Look, a ship!" Their prayers were finally answered. Captain Whitfield was a kind man and had cooked feed small amounts of vegetables and rice. Come on.ハイチュウが来ました。And thank you very much for listening. Let you know the building itself, which is the museum, is open for you to go through. ここが今博物館になってるんですけど、万次郎さんが住んでいた家なんです。あの2階の丸い窓、見えますか？そこから万次郎は日本を見ていたっていう、日本のことを思っていたっていうのを前に聞いたことがあります。そこに帽子かぶった男性が、こちらのウィットフィールド万次郎フレンドシップソサエティの会長さんで、あ、はい、How are you? 中に入ってみましょう。ここがね、そのウィットフィールド船長の家だ。な気持ちで、万次郎トレイルって書いてあります。ほら、ウィットフィールド、カタカナで書いて船長の家だったんですよね。70 years ago, we came here. Oh, yeah. Yeah, that was the first time. For the Matsuri? Yeah. That was downtown, isn't it? Downtown, yeah. Hi. 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 Shuriken. Shuriken, in Japanese. So, Shuriken. Thank you so much. So, wait, that's M?More.鶴だけは忘れないですよね。折り方ね。そうですよね。本当本当。ちゃんとここに年表が書いてあります。万次郎さんの1820年からどうなっていったかって手書きですよね。すごいね。写真とかね、像とか、あと昔の絵とか写真とか。あとこの着物が、これはもう多分このイベントのために日本ということで飾ってるかなと思います。万次郎さんのご長男の写真です。ちょっと似た雰囲気があるような気がするんですけども、この船が鳥島で遭難した時にビットフィールド船長に見つけてもらって助けられたという、その船でございます。2階に上がったらこんな感じになっています。ベッドルームがありますね。でこの窓からもう一度上に行きます。この3階に今上がっています。
3階に万次郎の部屋がありましたね。ここが万次郎のお部屋でした。ベッドがあって窓があって、万次郎の部屋から外が見えてます。このね、近くに学校もねあったね。万次郎が勉強した学校でございます。これ可愛がってたんだ、こんな風にお水を入れて、ここで万次郎の顔を洗っていたということですね。さっきね、こんな T シャツをいただきました。万次郎の T シャツ、ありがとうございますね。どんなことを思ってたんでしょうね。でもいいお部屋ですよ。あ、ここで勉強してたんだ。机がある、まあ、本当のこの机じゃないかもしれない、ここにこの椅子ですね。そしてここでこんな風に万次郎が勉強していたっていうことですね。わあ、すごいね。すごいね。ここで頑張ってたんだね。ランプがあります。ここでね、万次郎が住んでたんだね。なんか本当にね、ここに来るたびにね、しみじみします。14歳で親から離れて、ねえ、船長のお家で暮らした最初の日とか、どんな夢見たんですかね。なんか涙が出てきちゃいそう。こっちがゲスト用のお部屋だそうです。なんかあのキャプテンの奥様のご趣味が本当になんか可愛いのね、中がね。もう一つ部屋がありました。この部屋があります。タッチワークがたくさんあるのは多分この辺のご近所の方で、アーティストの方が作られたんだと思います。名前が書いてあります。宮城県から届いたものですね。あ、張り子の虎もあるし、万次郎ってお酒もあるんだね。これ高知県の名産品みたいなのが書いてあるじゃない、あそこにね。広いお家、可愛いね、このくまちゃん。くまちゃん着物着てるんですけどちゃんとね、そういう着物の文化をこのフェアヘイブンではちゃんと残ってるっていうことですよね。日本文化をすごい大事にしてくれてるよね。これ綺麗でしょ、パッチワーク。すごいよね、このミシン。なんかもうアメリカっていうね、この模様をよく見ますよね。ストーブの上でこれ見て、アイロン、アイロンよね。アイロンと特にあのお湯も沸かせたりお料理したりとかしてたんでね。ここにね、畳のお部屋があります。ね、お人形が飾ってあったりとか、こういう浮世絵があったり、ここにほら刀があったり、白むくがあったり、お座布団と多分日本の生活を紹介するっていうお部屋ですね。ここかもしれない。だってビッグ、yeah, this is the biggest, looks like this is the biggest bedroom, so、yeah. I was wondering. Main bedroom maybe? そうかもしれない。多分少し変わってるかもしれない、ね。そうですね。来ました。階段結構。歩いて行ってみましょう。すごいよね、海がね。家から半分。長かったのは10年前ぐらいで、万次郎フェスティバルのところで、ダウンタウンのこの町の公会堂みたいなところで、船長の祖先の方と万次郎の祖先の方があってね、なんかプレゼント交換したりして、すごい感動したんですけど、去年キャンセルになってしまって、今年は土佐の清水市で万次郎フェスティバル11月にあるそうです。行ってみたいね。日本でもまたいいよね。日本だとカツオとか売ってるのかな。そりゃそうだでも気温が15、6度ですけどね。お花が咲いてて
ここでなんか平和で優しい感じの街なんだよね。この時の船の怒りなのかな、それともただの象徴的存在、昔の怒りこんなんだったんですよみたいな。これはね、多分フェアだと思います。桜みたいに見えるんだけどね。こっちが桜。あ、これ山桜じゃない。桜の種類がね、ソメイヨシノではないけれど、ピンクで綺麗ね。ヨシノの山にはこういう桜が見えますよね。あ、かわいい。向こう側に見えるのがニューベッドフォードの街ですね。もうちょっと都会なんだよね。あの捕鯨ミュージアムがあったりします。In the town of Fairhaven, and we'd like those who represent the town of Fairhaven. So I would ask you to put your hands together for the new chairperson of the Board of Selectmen, Stacia Powers. We are so proud to have this cultural gem in our town. As the chairperson of a group of people from New York who all come from the same place in Japan, Kochi Ken, okay? And the professor with him, Professor Nonaka, Professor at Kochi University, Professor Setsuo Omori. From our Navy that was very much involved in that, it's a fellow named Commodore Matthew Perry. Well, we happen to have a member of our organization who lives a little further south from here, but he's visiting with us. He is a direct descendant of Matthew Perry, and that is Matt Perry. Where are you, Matt? Right there. Here we go. This is Matt Perry. And his wife and daughter and son-in-law. Yes, very good. Glad to have you with us. One of the things, it's such a nice day, if you want to take a short walk, you're going to see another thing tied in with Dr. Hinohara. Dr. Hinohara is the Japanese physician who saved this house. Thank you very much.今回のフェスティバルのサインアップしてたお弁当はこちらです。いただきます。これで20ドルでございます。これはボタン桜ですね。まだこれからまだまだ咲きます。この可愛い建物なんでしょう。ここが万次郎がフェアヘイブンに来て通い始めた小学校なんです。でも一番最初は英語もできなかったのに、ここで小さい子どもたちと一緒に ABC から始めたって聞きました。古い学校ですよね。1828年。今はね、これ入れないんですけども、この間来た時は中に入れてくれて、可愛い椅子がこう置いてあって、いいで
ですよね。だから人数が少ないっていう感じの少人数教育の学校でございました。村が小さかったかって分かりますよね。ここはフェアヘイブンのダウンタウンと言われるメインストリートの方なんですけれども、綺麗な建物ですね。これがタウンホールです。前回万次郎フェスティバルをやった時はここの前に屋台の出店が出たり、この中でバザーをやったり折り紙を折ったりいろいろした思い出があります。2009年でした。こちらはね、図書館です。図書館の中に万次郎さんの写真が当時あって、刀とかも置いてあったと思ったんですけれども、今日は閉まってるようですね。本当に雲一つない快晴です。港に来てみました。ここのね、ここからにかわいい灯台が見えるんですけどね、えちっちゃいの分かります？キラキラしてるね、海がね。イネモスモタリモタリかなですよ。見て、春の海、イネモスモタリモタリかな。フェアヘイブンから家に帰る途中にもう一つ灯台を見つけました。かわいい。いいですね。ありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。 See you next time.